ヘニゼ206星雲とは、大マゼラン雲の中の星雲である。ガスとゴミでできた星の揺りかご。ヘニゼ206星雲は1950年代に登録されているが、2003年8月に開始したスピッツァー宇宙望遠鏡の赤外線カメラから作成され、2004年3月にアメリカ航空宇宙局のプレスリリースで報告されている。ヘニゼ206星雲。 および星雲を生み出した超新星残骸は NASA のスピッツァー宇宙望遠鏡からの画像で詳細に描かれている。ヘニゼ206は約16万3000光年離れた大マゼラン雲と呼ばれる銀河系外における共銀河に位置している。この星雲は2歳から1000万歳までの数千個の星々が宿っている可能性がある。ネビュラヘニゼ206ベド バイリファレントカメラデバイシーズオンザシュピッツァースペーステレスコープザ・セパレート・アイラック・ミップスカメライメージズアレアットライトこの写真は星の形成に関する普遍的な現象を捉えたスナップショットといえるスピッツァー望遠鏡の撮影したヘニゼ206の赤外波長での写真は可視光の波長では邪魔であるゴミのベールを通して表示しているこの画像は 赤外線データが目に見える色に変換されている合成写真である。この疑似カラー画像は青、緑、赤で表された周囲のガスとゴミを伴った明るい白色スポットとして。また、この成分の画像は古代の超新星の爆発の残骸を示す緑色のガスのリングが映っている。一般的な星のゆりかご理論によるとヘニゼ二百六の中の星々は宇宙のガスやゴミが 死にゆく星や超新星の爆発の強烈な衝撃により圧縮されて生まれたとされている。あるいは宇宙のガスやゴミが大きなグループとなり、ゴミ自身の重力によって凝集され、圧縮されて大規模な天体となり、ついに星が誕生すると考えられている。最終的に、構成のいくつかは、進化の進んだ段階で激しい爆発を起こし、大量のガスとゴミを放出し、 別のサイクルの星々の誕生の引き金になっていると予想されている。星のゴミとガスのこの循環は宇宙全体で発生していると考えられる。詳細は、恒星進化論を参照我々の太陽は、太陽系内で見つかる重い元素によって、初代の恒星から数えて、複数の世代が経過していると考えられている。ヘニゼ206星雲は、 1950年の初頭に、後に、NASA の宇宙飛行士になった、カール・ヘナイズ博士によって登録されている。フロリダ州のケープカナベラルから2003年8月25日に打ち上げられて以来、スピッツァー宇宙望遠鏡は、NASA の主要な観測の4分の1を行っている。他の4分の3は、ハップル宇宙望遠鏡、チャンドラ X 線観測衛星とコンプトンガンマ線、観測衛星、 カリフォルニア州パサデナのジェット推進研究所は、ワシントン DC の NASA のオフィスのために、スピッツァー宇宙望遠鏡のミッションを管理している。この一連の作業は、パサデナにある、カリフォルニア工科大学内の JPL の管理する、スピッツァー科学センターで行われた。ABCDEFGHNASA、c r e a t e ー p o r t r a t イ OF LIFE AND DESWIN THE UNIVERSE、NASA JET p r i p u l s i o n LABORATORY、 マーチ8-2004ウェブページ JPL-80 ありがとうございます。